キングクルルの強化来ちゃー、ついに来ちゃー。おい、返り咲いてやろうぜ、最強ティア1のゼニオ。で、何が強くなったかと言いますと、まあね、今回、てか俺が底辺キャラコートで解説したやつ、軒並みさ、アップデート強くなったから、また動画を撮らなければいけない。で、まあ、キングクルーの強化、割と、大幅な強化されて、まず、まあ、目玉、クーエルの、この、着地式がね、一切なくなったんだよ。まあ、ちょっとだけあるんですけど、専用着地式がなくなって、まあ、これでやって、相手をね、こう一発でかすめてから、下強とかまで埋めて、まあ、そのままね、コンボを繋げていくみたいな、そういうのも可能になってしまった、ロマンなんだよな。かすめ当てからすぐに違う行動に繋げれる。まあ、相手のガーキャンスカシ投げとかにも、ひたすまますぐやってまえば、まあね、なんか投げから抜けれるみたいな、そういうのもあるんで、まあ、かなりこれ強化ポイント空上でね、まず1つ目。そしてニュートラル B、 これまあ見てだいぶ分かるぐらい速くなったと思うんですけど、吸い込むまでは速くなったっていうよりも砲弾出すのが速くなっていて、で砲弾1回吸い込んだ後の吸い込み、1回砲弾吸い込んで2回目出す砲弾も速くなりました。でやっぱこれ道連れっていうか、これ上から打った時にこれすぐに繋げれる。前までこれ自分が復帰できないストック有利の時しか、まああんまできなかったんですけど、かなり実用的になりましたね。はい。そして、空上の持続が伸びました。これ普段だったら、ほとんどかすり当てにしかならなかったやつが、まあ、こういうね、ちゃんと、今みたいに持続が当たって、上方向にバーストになったんで、まあ下投げで埋めた後とか、相手がレバーガチャでね、すぐに抜けていく場合とかに、まあなんか見てから対応して、こういうふうに空上当てていってもいいんじゃないでしょうか。はい。で、そして、これ、空前も強化されました。これも持続が長くなって、これマジでね、割とこの下りで出していって、相手をね、牽制しながら使っていったら、普通に強くて、空前と空後の壁をね、こういうふうにうまいことを活用していって、まあなんか、持続が増えたことによって、まあその本当て、下りでも当てやすくなったみたいな、そんな感じですね。はい。で、一応、そんなもんだったかな。クルルの強化はそんな感じなんですけど、他のね、まあ、さっき言った通り、新しくアプデで強化された組もいるんで、まあ、その辺の解説、ちょっと、ここから、ちょっと連絡になってしまって申し訳ないんですけど、まあ、僕今、ポケモンコロシアムと、ドラゴンクエストモンスターズジョーカーの、あれを同時進行で実況していて、で、ポケモンの発売日、ソード&シールドの発売日までの動画投稿、もう全部終わってるんですよ、15日まで。なんで、スマブラ新しく投稿するスペースがなくて、まあ、どうしようとなんだ結果、まあ、1日、日本投稿1週間しますわ。なんで、毎日、俺朝6時に動画上げてると思うんですけど、これから、夕方6時に、毎日ね、1週間くらいスマブラの動画上がると思うんで、だから、ポケモン出たら、ポケモンも1日日本投稿するから、まあ、しばらく、毎日日本投稿するんで、よろしくお願いします。それじゃあ、やっていこうぜ。思い出して、過去の T1 と呼ばれた、お前は絶滅危惧種なんかじゃねえんでいいよー。さあ、行こう、キングクルール。世界にお前が帰ってきたってことを教えてやろうぜ。炭酸対戦よろしくお願いします。ジョーカーだ？お前、今のティア1のキャラ、これ過去のティア1 vs 今のティア1。ちなみに過去のティア1っていうのはお前のことでしょうか。今のティア1は俺だぜ。さあ、この砲弾の、おい、遅い、カウンターしてくるタイプね。なるほど。お前カウンター持つってことは俺のお腹パラダイスが待ってるから、あ、いや、それ、武器判定じゃなくて銃判定だから感知してくるんだよな。さあ、この空配布だったら空で羽が生えた気分だな、マジで。お前それに関しては、このパーセントは上投げでいいや。まだ繋がんないから、一発で持続が長い空前。さあ、どうするお前それに対して、踏んでいって、はい、空 N。お前の崖が俺空 N。クエルガチ固めまでだから、あ、そう、上がってこれない、この隙が、両替してて、お前が、這い上がりしようとも、そっちに対して、すぐさま、移動できることになって、関係ない、カウンターも威力アップしてるからな、俺のカウンターフェスティバルが、また待っている、絶対それ、事故るから、事故るから、しかし、無限の復帰力、あ、かすめて、このパーセントだったら、もう何やっても、一発からの、マジ、後式、クエルの後式ないっていうのが、一番やっぱ実感湧くな、まあ、あとは、普通に空中、一番でかいのは、あ、これ、あ、このパーセントだったら、D、あ、終わりあれ、スマッシュね、相手絶対レバーが釣るんで、最速抜けには、ああいう風に、ちょっと前走ってから、上様の本当てできるんで、やばい、サンドバックタイム始まった。ジョーカーいない間の、そのワイヤーがある方が、ワイヤーはね、スーパーアーマーのクエネでゴリスできないんですよね。で、この後に、そのまま砲弾を撃つことによって、まあ、相手はやんなかった。あれをしたら、すぐさま掴んでやろうと思ってるのに。やっぱ実戦で役立つのは、クエネの後隙が入ってるのと、まあ、空前の威力強化。まあ、一番いいのは、あとは NB かな。NB の速くなってるっていうのが、一番実感できる。あ、一応ね、カウンターはよくわからんけど、空上の当てなんて増加っていうのも分かりやすいぐらい伸びてるんで、まあ、それ暴れていけたらいいんじゃないでしょうか。さあ、このパーセント、どれだけ粘るかが、キングクルールを使う上での一番大事な、どうしよう。一旦空前でごまかして、さらに。これは、じゃあ、お前がカウンターすることを祈って、あ、しないんかい。これ絶対カウンターしたいでしょ。カウンターしたいって言うか、あ、ほっとばして、あ、早い近いよ俺がお腹出す場もなく。じゃ、もうワンチャンス。もう一回だけしてくれ。あ、早い無理。俺のカウンターが間に合わない距離にいる。一回これちょっと戻っていって、お腹パラダイス？お腹から下詰めることによって、相手がガーキャン投げみたいなのを狙ってくるところを、一気にガード割るか、それともスカシに対して、ちょっとあれ、飛ぶから、掴みすっぽ抜けるだけなんですよね。それを狙っていくのがいいんじゃないでしょうか。さあ、どうしようか。このパーセントは一旦ちょっと埋めたら即死コンボつながるんで、
じゃキングクルリル即死コンボ。あー無理、食いの湯かすめてから埋めできないかな。お腹はお腹でエイハを受けて、ちょお腹でエイハを受けても普通に呪いダメージでガンガン食らってるんだけど痛い。ちょこれ NB でごまかしていくか。 NB のね吸い込みまで速くなったっていうのが、砲弾が発射速くなったっていうのも、吸い込みまで速くなったっていうのがマジで個人的にフェイバリットポイント。あ、これお腹かすめて終わり。お前もそれ戻るぐらいなの。あ、残念でした。さあ残り1ストック。このストックはちょっと相手ワンチャン狙いで、今までだったらストックユーリの時しかできなかったあの吸い込み自殺戦法がいつでもできてしまうと。あ、空前の壁、空後の壁、空後の壁、あ、空前の壁。あ、これ上投げパーセント稼いでいって相手の回に合わせて上行け。痛い、俺に対してお前の回答見せてみな。あ、上こう上がったっちゃうんだよな。それ早いからなんて言ったって、それガードしたらそのまま持ってくる。相手にね密着で B ニュートラル B 打っちゃえばガードかかるんだよな。あとメテオで終わりだぜ。そんなことはなかった。待って待って、はいはいはい、後ろ投げ、どの方向から消して。ああお前そのタイミングで、いやマジか、それそ実質無敵なんだよなあれ。クエノリ強化されたクエノリ、いやいやいや、いまずいこれ、危ねえ、受け身取る。一発、あとクエノバルーン、バルーンファイターズで終わりだこれ。大乱闘バルーンファイターズ見てるよお前。腹こそが正義という、いやお前カウンターでしょ、もう一度だけカウンターしてくれ。か俺のお腹長谷よりも速くなったわけじゃねえからなあれ。はい、おしまい。プリンさん対戦よろしくお願いします。ゼルダか、そういやなんかツイッターのトレンド1位に前投げウェビーっていうのがあったから、何かと思ったらなんかいろいろとあったらしいんですけど、まあその要約するとゼルダの前投げウェビーは最強ということで、なんかあんま絶対に繋がってないコンボを確定ですとか言ってやってる様を見て、なんか既視感あるなと思ったら実況中の俺だわ俺網あ別に繋がってないコンボ当たってしまえば確定ですとか言うから、ちなみに今のコンボ確定です。下投げ空上火星当てからのね、普通に空上っていう、じゃ空上の当たり判定の持続増えたことによって今のとかもちゃんとホームヒットにされたから割とね使えるんですよね。そのメイトに繋げていかなかった、あ、ガキバイできなかったか。ここは数えていって、ギアワン、あ、惜しい、お腹割られるぜ、うお破壊力満点、すべての技が破壊性能満点ですね。さあ相手これこいつもてかカウンターキャラっていうか反射持ちだから、いけるときに数えていきたい。今のあれまで削れちゃったら、あ、これやばいやばい、前の、え前投げフロルされた今あまりにも前投げフロル、痛い痛い、まずまずいつも通りサンドバッグになってきた。こういう対面ね、じゃ王冠はね、王冠とか飛びとかあんま使いたくないんですよね。いや、ま、やめてやめてやめて、こいつほとばしるコラによって判定をごまかすから強いんだよな。これは一回空間までつなげていけなかった。いや本当は低パーセントの時リバガチャちゃんと速いやつには上投げの方がパーセント入るんですけど、これ受け身取れる、うわーっ俺の腕が届かなかったね、これ届く、危なかった、さすがの記録、おお、それは許さないですね。絶対これフロルでやってくるから、うわ下に間に合わなかった。あれをカウンターする快感もお嬢に味わわしてくれ。これジャンプしてきたら、あ、もう早いな、やってくるの、吸い込めないか、まずい、まずい、うわ支配人コンボ、これはちょっと下投げでごまかせなかった。え、どうしよう、ダッシュウエースも入るだろ、オッケーオッケーオッケー、レバーガチャ速いやつに出してさ、もうこれ確定ですなもう確定ですって言われたらネタにされそうだな。痛い、やばい、普通に強い、あれ一切下火一回も使ってこないんだけど、すげえ好戦的なゼルダだなこいつ。お腹でごまして下投げからこれ上来たくなかった、上投げにシフトしていって相手の回避を見て見れなくしてこなかった。あ、これこのまま吸い込んでいける、あー、テック当たらなかったら吸い込めたっていうオチがあったかもしれないのに、あ、ここではい吸い込むおしまい。サワさん対戦よろしくお願いします。やっぱキングクルール普通に強えな。おい、しかも戦場来た、戦場だったらキングクルール即死コンボタキコプター式できるじゃん。おい早い、クエルからクエルからニュートルウェイつら、あーくそ、弧を描くような水車、さらに無理だった。なんかサムスみたいな遠距離キャラ、あ、埋めて、あ、埋めてよ、つながって、あ、そう、あ、俺邪魔だよこの上の台上の台邪魔だよ今の、確実につながったと思ったのに。下台からはこのメテオ、メテオの判定埋まった後にするとなんかおかしな強度するんですよね。だけど下投げは硬直時間短すぎてできないんですけど、ああいうふうに下強で埋めた場合はできますね。さあお腹早っ、弾道早いな、痛いやばいやばい、気づけばダメージです負けていて、コンボが繋がらない上にパワーがないっていう、破壊力バースト力に至ってはあるんですけど、ダメージをね稼ぐ能力がないんですよキングルール。さあクマエの判定が広くて、おこれ、おっ、あ、そこいた、相手あれに合わせて攻撃アーリーとかしてくると思ったから早めにやめてって、やっぱニュートラル B の吸い込みで速くなったっていうの、ああまあカウント間に合わないか、おいでやす、ちょっと後ろに下がるんですよねこれ、なんで相手の攻撃を避けつつ、それはニュートラル A が届かない。ニュートラル A ちなみに 15% 入るから、でも言うてどのキャラも別にそんぐらいは入るか、このパーセントちょっと一旦上に逃げつつどうしようか。天井だったら上投げバーストも視野に入れてきながら戦っていきたい。さあ粘れ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 、粘りきるのがお前のいいところだったはずなのに、下すまで全てを破壊しよう。
お腹からパシャ、オーケーこれよ。結局な、結局相手にチャチな攻撃は全部お腹で、全てを滅ぼしていく。上投げて、上気を繋がって、どうしようか。下からね、来られるのが本当に辛い。ここは、じゃあちょっと上側に位置しつつ、相手の、上火してくるでしょ。お前、上火。来た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 、いけー、あーっ、ずらされた俺の即死流タッグコプターが。いやでも、今までもうやりたことバレちまったな。でも頭でかすぎなんだよ。絶対打ってくるだろ。おい、この子。ちょ、もう無理だ。俺のカウンター弱すぎる。はい、後ろ置いて、上側には砲弾置いといて、あ、当たったんじゃないそれ。さらに、空だからのもう一回砲弾で吸い込んでいく。うわ、死ねじゃ、そういう殺し方したかったわけじゃないのよ、別に。俺は、優雅に戻ってくる予定だったんですけど。埋めれなかった。あ、それは一発、無理が。ここちょっと、序盤は上で戦いますか。上でちょっとお腹を膨らましつつ、お前が上に上がってこないと、俺は倒せねえぜという圧を追っかけてきて、お、来た来た来た、無理、上で掴むの普通に難しくね。あ、やばいやばい、ジャンプのことやった。くそ、ちょっとのミスが、54% ダメージ使ってしまった。さらに、メテオ2回かな、うらぁ、まずここ、ちょっと、あ、2ダメージは届かないんだ。2ダメージは届かないんですよ。おい、おい、来い、おら、来いよ、おい、おい、ほら。バレバレすぎて、あ、これいけるんじゃない、ここだったら。おらぁ、ゆきさん対戦よろしくお願いします。え、な、ちょっと待って、なんか、めちゃくちゃなルール来た。おい、一番弱いルールだろ、これ、どう考えても、キングクルールが。火力稼げねえんだよ。どうするべ、これ。とりあえず、上上げで、ダメージ稼いでいって、お前もう二度と着地させねえ。あ、そこなんか、今、大会で、とか、お前大会行ってこいよ。大会で HP 制で、あれ、あるらしいんですよね。埋めてもこれ、すぐ出てくるでしょ、しかも。お、すぐ出てくるじゃねえか。落とすしかない、これ。あ、しかも、相手まで、相手まで、あ、よかった、どうでもいいやつできた。だったら、でもコンボがどっちにしろ繋がらないから、てかいつでもコンボを繋げたい方だじゃん。最強じゃん、そのキャラ。あ、いえ、全く意味のない足のフィギュア、とりあえず出まくってるわ。どこだ、わかんないけど、連れされた。おーおーおー、危ない危ない。マサラタウンに直行するとこだった。うるさい、その立ち回り、うるさい。ちょっとか、もううるさい。ただでさえ俺、危ない。ただでさえテリーの動画でコマンド入力できないから、レバーガチャ大変だっていうのによ。アシストフィギュアだけだろ、これ。ふざけたルールにしやがってよ。いいよ、俺勝つから、こっからでも。さあ、下すまで。え、ダメージです。だいたい俺が勝ってるから。ただ、ちょ、相手のアシストフィギュアがちょっとめんどくさくて、これ下から来る。オッケー。ハリモグラの挙動はちょっと全部見れていて、もう、足をせんだよ、俺。てか、先生どうぞ戦えよ、お前そんな。召喚ばっかしてねえでよ。あー、もう無理。吹っ飛ばないよね、からなお無理。永遠と相手の足飛びが入り続ける。ちょ、俺にも足飛びが来るよ。危ない。一旦これは、あいつをよけれねえよ。体でかすぎて。ファッキューじゃねえんだよ。お前でファッキュー。おい、死ぬやん、これもう。もう死ぬって。もう 22% しかない。あー止められる。死ぬ。やだ、やめてくれ。サウナ。よし。いいことだ。あと 10% だから。俺、逃げ切ろう。やめろ、お前来んな。あと1分30秒逃げよう。もう決めた。はい、もう、ここあれって当たり？悪いじゃったらどうにかなる。ここで、いい。決めた。俺、怒り狂ってるから今。俺、あと1分間粘り続ける。お前がどれだけ足首が取ろうと、いや、ここにいれば当たんねえから。オッケー。そいつらは、俺に対する攻撃手段持ってない。でじゃあ、5回目以降、あれなんだ。5回目以降、捕まれねえんだ。危ない。今みたいにはみ出るけど、なんとかごまかして。お、わかんねえかこのプロペラの借り方。いや、ふざけんなあいつ。お、3ストじゃねえかこれ。お、1ストじゃねえのかよ。あげくしかもなんか、普通にバーストで殺されたし。許さねえじゃん、お前。じゃあお前許さねえよ。え、あと40秒で削れるか。死ぬ気で削れ、あと40秒で。一発、ゴーゲージ出た。ゴーゲージこういう風に出るんだな。削れる。せめてサドンデスに持ってってやるよ、お前。あー、俺初めての足飛びや。やったぜ。俺ら、頑張れ。俺のやつも頑張れ。いけ、切り裂け。死ね、あと15秒、おーし。これで、しかも、こいつがいる間に、さらに足飛びやを加速していけば、は、なんか、俺が殺したみたいになったけど、違います。僕じゃありません。これ、あと20秒で無理だろ。絶対 KO されない。だったら、メテオを狙うしかない。メテオを狙うしかない。無理か。それはもう取られてもいいわ。何が来たところでもう関係ねえ。おい流れでな。いや、前段ヒット。危ない。ファイブ。サドンデスの、あれ知らないんだけど。どうなんの？サドンデスの体力設定、何？知らん。これどうなるんだ？あ、1、絶対パワーワイプする。絶対するだろ、お前死ねえよ。最速カウンターなんだよな。ヒロさん対戦よろしくお願いします。きちゃ、あ、だから相手周りファルコはやべえな。戦場。俺さ、ちょっとさ、新しいのもさ、トレーニングモード中にさ、チェア始まる前の。新たな可能性をさ、見てたんだけどさ、もしかしてさ、これさ、戦場の真ん中でさ、相手を、
ちょ、掴みたい掴みたい。上投げ、上投げ、上に飛んでくるんですよ。これって。つまり、これ台の上に着地できるんですけど、ここから上火とか、そういう繋げてくれる世界線を見たけど、そんな甘くなかったわ。ブーンとやめよう。あれでこうすると、脳汁溢れてるから、上投げてこないか。てか、またこれモンスターボールとアシソフィアとか、そういうだけの縛りになってねえよな、もしかして。まあ、それと違うと気がしながら、甘いぜよあいつ、狩られるために生まれてきてるからな、ファルコとフォックスは。メテオされるためだけに生まれてきてる。あ、無理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 。そこからスマッシュとか繋げてくるんで。だが、しかし、俺は耐える、なんとなってるだから。あ、ごまかして、着地の隙が早い。いつ見ても、着地の隙が、ちょ、笑えるわ。あ、どうしよう。一旦、じゃあ、即死コンボを2つ持っていて、戦場だったら、おいきなりちっちゃくなったことになって、手の、おもうわかんねえよ、距離感。いつもだったら掴むのに、あれ。掴まなかった上に、掴まなかったわ。上りで掴まんなくて、下りで掴まんなかったわ。どうしようか、これは。一旦、ちょっと上、さっきの低パーセントだったら、もしかしたら、繋がんじゃないみたいな。甘い台を着てつつ、あ、これは掴める。あ、上やって、え、ガラダム無理だ。すぐジャンプされるから無理だ、これ。全然実用的じゃないわ。取られたー。なんだっけ、こいつの。こいつは別に大したことない。むしろ俺が俺がキングクルールだー無理やりにでも取りに行くしてね。こういう姿勢忘れちゃいけない。キングクルールの人とは、まあ強くないけど、掴めば繋がるんで、強いです。嘘つきました。はい。そこは、相手の回避上がり、回避上がり読みをして、それに合わせてドーンワープスター無敵で、避けてね、相手の反動に当てるとかいう、適当なご利用者だな、これ。チャージケースじゃなくて、普通のケースだから、まあ、案の定死んで、あ、ストビギー、あ、モンスターボールくださいいや、ちゃんと、あ、やばい。だから、ウサギ入ってる俺は、えちょっと待って、ワンパーセン、はぁ破壊神なんだなんだなんだ何が起きてる笑われたけど、戦場のおかげで一瞬でどうにかなったわ。おいおいおい、あ、もう邪魔くせなし邪魔くせ痛い、一応帰れない帰れないなしのせいで帰れない。反対側まで伸びれればいいんだけど、そんな復帰力はキングクルールないから痛い。てかマジでキングクルール取れ高の塊だなこいつ。マジで今んとこ1試合もボツないんだけど、収録時間15分から20分ぐらいで大体いつも終わる。お前30分あれば動画撮ると思う。うざいうざい。そのあー、ちゃんとね相手の行動を読み切って、ここでひたすら構えて謎になんかバケタかなんか撃ってこい。おお、ダメだ、ダメだ、ダメだ全部跳ね返ってきたけど。死ね死ね死ね。くそ。あ、ここへ上様確定します。ボルだよ、終わらへん、終わりやねんかよ。でしたら、でしたら、とりあえず投げて跳ね返ってきたやつを、え、絶対俺間に合ってたね、今。爆弾じゃなかったら跳ね返し跳ね返して終わってたんだけどな。あ、ほらよ、取れよ、それ。ほら、それ取れ。ほら、取らなきゃ死ぬぞ、お前。ほら、押してるよ、そっちに。そっちに、あえて押してるよ。おお、わかるかな、カウンター来ること。いや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 、なんだ、おら、取らねえ、こいつ死ぬ気。意地でも取らないつもりだ。いいのか、じゃあ俺が取るぞ、逆に。いや、取って、マキス。はい、取ったー俺から近づいてやるから、俺。死ねえ、ズバされた、あのスマッシュボールにタイミング。まずえ、なんか、トゲデバルが取ってる。あざーす。え、いや、やばいよ、やばいよ。なんか、急に雲行き怪しいよ。そのモンスターボールが運命を握っているとも変わらない。あ、終わったかもしれない。これが T1 の動き。キュウさん対戦よろしくお願いします。ゴリラ来た。しかもまた戦場でも、戦場の方がキングクルールはちょっと戦術の幅増えて嬉しいけど、王冠とね、この大砲をあんま使う気がなくなるんだ。今みたいに上のラテで終わりだから、さあ上払ってすぐニュートラルビーをかかせる。これ相手はね、ジャンプ好きに、ジャンプっていうか着地好きに放ってきたら普通に強いんですけど、上乗られるかなって。戦場アイクガチ強いから気をつけないと。あ、やばいやばい、頭突き刺さるんだよあれ。ニュートラルビー貫通して痛い。アイク使い上手いからな、ビップの。なんか手堅くかかってくるっていうイメージある。隠したがりにおいてアイク強いから、つまり俺が隠した場合は負ける。頑張って、ボムヘイさん。あ、マグナムキラー。ああピタゴラスイッチやめろよお前。ほら、おい、跳ね返してやろお前。それ撃ってこいよ、跳ね返してやるから。ほら、全然ダメじゃん。あ、バナナガン取られた。アイテム戦さ、足遅いからさ、結局さ全部取られてさ、いいこと一つもないみたいな。そ、冷静かよこのアイク。なんか一人で俺、テンション、一人でさ、盛り上がりながらやってるやつみたいな感じで、ちょっと悲しいんだけど、マジレスアイクか、こいつもしかして。なんで吸い込めないのこれ。え、なんで吸い込めないの今の。おかしいだろ、お前今の、どう考えても。なんで今の吸い込めなかったんだよ、お前。ガード2だぞ、これ。はい、空前が2回ヒットしていって、やっぱ空前の持続は長くなってる気がするな。アイク族に対しては、これ、お腹膨らませれば、ファイアーエンブレム勢は基本的に空中でお腹膨らませれば勝てるから。痛い、だが重い。さあ、あと、一応空下が大下にも当たるっていう。どうしよう。そんなところで構えられても何も。おーおーおー、届くんだ。いただき、スレサイパラダイスって反転して、とりあえずさらに
俺も行く。あ、くそ。ゲット。あ、これ、突っ込んでこい。お前突っ込むことしかできないだろ、アイクなんて。これ時間制限とかあるの、これって。おい、おお、びっくりするね。来いよ、来いよ。来いよ。投げてみろ、お前。おも、セトラの右で反応してるよ、お前。あー、くそ落ちてた、しかもさ、最低すぎた、今の。あれ、ヒットで向こう側に持ってって 0% からでも殺せるんですよね、端っこになってると。なんでそれを狙ったんですけど、ワンちゃん、おしまいだ。ワンちゃんのところで敵の下スマ当てれば当たるだろ、これ。うん、敵の下スマぶっぱするの。あ、上投げ。頭伸びる。下からキモい、下からキモい。なんか、すごい勢い取った。あ、メテオが長くて。俺まだワンチャン可能性は残されてるぞ。チャージスキンじゃなしだろ。アイクは、このパーセントだったら、まだバーストまでのコンボはないから、しっかり、これ、うわーい、人ジャイアントキノコ。これお前ガードしたら死ぬぜ、おいその、殺したしまで、あ、ガード全然間に合う。全然割れないじゃん。ああ、俺の時代終わっちゃった。ババ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 バザッキーさん対戦よろしくお願いします。リドリー来たね。おー、しかもなんか面白いステージ来たね。これあれか、ギミックありかなしかによってだいぶ変わるけど、ギミックなしだったら割とちょっと戦場亜種みたいな感じで。あー、ギミックがある予感がするね。これ下のマグマって当たんのかな。最近俺この普通の終点じゃなくてステージオールランダムハマってるから、それ悪くないぞ。このステージでそれは強いから、ちょっと捨てな。オッケーオッケー、捨てて。危ない危ない、これ道勢されたら一番寒いから。さあ、砲弾のおまけつき、耐えた。下側のマグマって当たるのか。ちょ、当たるか分かんないから、ちょっと様子見てくるわ、俺一回。当たるわ。検証完了。あ、こんな上の方まで来るんだ。バナナ。あ、そのプロペラ欲しい、そのプロペラ。どうしよう、あのプロペラね、危ないよ。このまま、跳ね返す。そして、俺と一緒に行こうぜ。ちょっと当たったな。かすまった、カシュって。あ、ザッキーが埋まった。ちょ、これ、このマグマに当てたい。あ、いやいや、そんな上がってんの。痛い。おい、マグマからコンボすんな、お前。マグマと協力してんじゃねえよ。おい、なんだこれ、火炎竜。ひどい。ドラゴンゲッチュー。そして、あ、取れた。一旦ごまかして。そう、お前下に行って、お前をメテオしてマグマで返してあげる。お、何十メテオ、何十メテオ。くそ、3回メテオは、あ、くそ、タイムカプセル来た。そん中に入る。ダメなんだよ、お前下すまして待ってよ、ここで。ほら入ってこいよ。あ、え、何あいつ、なんか当たんなかったけど、そんなことあんの。あれ当たんないなんてことあんの。おお、ガードクラッシュ。危ない、雑戦しなかったからガードクラッシュしてる。おい、見てよ、からの下スマ繋がんない。下スマね、あれガード、あの横スマか上スマだったら繋がるんですけど、横スマは上スマ繋がないけど、下スマはね、あれ繋がないんですよ、残念ながら。ちょっとこのステージおもれえな。このステージおもれえから、ちょっとなんか怒るまで。あ、お前そこに奪って、お前だけ死ねえよ。あ、すげえ、俺だけ奪ってない。そんなこともなかった。あ、なんかすげえコミカルな取り方した。はい、お疲れ様でした。まあ、あいつの回避を見てからの的確なね。これなんで俺これ鶏に追われてんの。意味わかんない。どっちの鶏これ。お前の鶏じゃないか。面倒見ろ。痛い。巻き込むな。俺の鶏だ。あ、来た。入れろ。鶏邪魔だ。これまず、これ取って、あ、取れないの俺。入れてくれー。デブいから入れねえんだよ、中に。取ったやつの勝ち。取らせねえよ。まずは、梅からの覚醒コボー。お、入らせて、お前ら。下投げスマッシュ技ね、これ。下投げ最後の切り札、流行らせてトレンドに乗せてください。対戦、アウトでした。ハネネさん、対戦よろしくお願いします。多分もう動画時間的には20分超えてて十分だと思うんですけど、まだ俺、スマブラ始めてから30分も経てないから、やり足りないんで、もう一試合おまけでやります。キングクルールのコスパが良すぎるのが悪い。これサイゼリアかよ、マジ。7試合取って6試合採用。1試合相手が回線切ってボツにしたやつ以外全部採用してるから。で、まだトークも何も温まってなく、ろれつが回る前にこいつ終わらしちまうからさ。キングクルール。こんだけ動画撮ってんのに、まだ動画撮れるってところがすごいわ。一番動画撮ってんのにな、キングクルールとピチューに至っては。シークとかビオレットに至っては、もう、あいつらのコスパの悪さ異常だよ。2、3時間撮ってやっと6試合みたいな。そういうあれなんだよな。タピオカだよ、タピオカ。さ、なんか祭りの屋台とかで売ってる無駄に高い唐揚げ棒と一緒。久しぶりにこのステージだったな。デラックスからあるステージですが、下にいる、あれが邪魔くさかったが、このステージを利用して逃げ回ってれば、どういうことない。人身事故に注意。じゃあ、あえてここで待とう。ここで待って、相手が来る。相手を人身事故、埋めてるところを当て逃げしてもらおう。来いよ。おい。さあ、来てみよう。さあ、そこにいたら何も見えないじゃろうから、とりあえずこっち来てくれ。ちゃんと、
車を避ける。ちょ、マジでマルスがどこに行くか分かんなくなった広いと、この終点とかだったら割りかし見えるけど、こういう広い人たちだとこのトイックドル極悪だな。あ、一発はっ、俺当たってるだろ今絶対何に当たったんだよ。あ、下にあるパワーに当たったのか。痛い。あ、マジ先っぽだったら死ぬんだ。マルスのいいとこ出たね。やめろやめろ、お前パワーをもったいない使い方すんな。ここだったらさ、このステージだったらその最後の切り札当たっても死なないんじゃないか。下にそう在住しておいて一発、あ、キャッチしたのに。やって、お、やってみよう。お前のここから動かない。ここ俺の家な。おい、俺ここに住むから俺。あ、あぶ、あ、終わった。さよならみんな。さよならみんな。さよならみんな。痛い痛い痛い。いじめないで。いじめないで。避けてー。あぶ、立ち向かおう。相手がスーパースターでも関係ねえ。キングクロールティア1だからできんだよ。投げて投げない。ここで投げつけまくったら最強じゃん。車カウンターしよう。うおらー車のカウンターの威力をマルスに当てるっていう。八つ当たりでもいいとこだな、今の。そこの位置、先っぽ、やばいよ。下取られたらね、めんどくせえんだよ。ちょ、先したい。下に、帰らせてくれ。このレイがいられる。ダメダメ、あー亀吉出てきた。あいつに対して、お腹出せぎ。どうしよう。やべやべやべ、引かれて、あ、こんな弱いんだ、車の威力って。じゃあなんだな、カウンター威力強かったの。ちょ、邪魔くせえな、こいつ。あいつホカホカしてるから、ここ来れば。お腹の毛だー、うわー、あ、救ってくれた。ファイヤーフラワーが救ってくれた。うおー、何やどうなってんの、どうなってんのバグってたけど、なんかあんな風になるの。何当たっても死ぬ。あ、まあ、先っぽじゃなければね。それはマルスの弱いところね。一旦下がって、あ、次上げっちゅー。来た来た、いけいけ、沈めろ沈めろ。あ、一発、あ、一発、あ、一発からのブー。あ、当たらなかった、やばい。うわうわ、もうこいつ回避のタイミングで止まりやがった。信じらんねえ今の。お前完全に今エンディング行く流れのあれだったのに。あ、待って、俺、あ、よかった。そんなつまんない死に方、死ぬようなやつないよな。爆発した、すまん